八郎太郎伝説をご存知でしょうか。東北は秋田県の北東部に位置する鹿角市。ここは千年も昔に起こった十和田湖の大噴火によってさまざまな伝承や伝説が誕生した物語の里であり、十和田八幡平国立公園をはじめとする緑豊かな自然に囲まれています。また八幡平に代表される活火山の恩恵により豊富な温泉が湧き出ており、清流と森からなる絶景と温泉の組み合わせは贅沢という言葉だけでは言い表せません。人の営みの始まりから多様な歴史文化に彩られてきた鹿角。国指定特別史跡の大湯環状列石や、毎年1月2日に大昼目口神社で行われるユネスコ無形文化遺産の大日堂舞楽、8月19日20日に行われる日本三大囃子の花輪囃子、そして8月21から23日に行われる秋田三大盆踊りの手間内の盆踊りなど、世界に誇れる伝統が今も息づいています。清涼な気候や磨かれた水、肥沃な土壌を合わせ持つ鹿角市は秋田名物きりたんぽ発祥の地でもあり、鹿角阿波雪小町をはじめとする農畜産物においても市場から高い評価を得ています。その鹿角市に古くから伝わる伝説が八郎太郎伝説です。秋田県鹿角市、八郎太郎伝説を空から巡るドラゴンライン。八郎太郎の出身は現鹿角市十和田草木堀田地区で、体が大きく力の強い若者であったそうです。ある日のこと、八郎太郎がマタギ仲間と3人で十和田の山にマダノキの川萩に出かけました。八郎太郎が水汲みのため川に出かけると、川にイワナが3匹泳いでいました。八郎太郎はそのイワナを捕まえ3人で食べようと焼いていましたが、あまりの香りの良さに1人で全部食べてしまったのでした。まもなく八郎太郎は焼けるような喉の渇きを覚え、川に顔をつけて水を飲み始めました。ふと顔を上げた時、八郎太郎は川の水面に映った自分の姿に驚きました。いつの間にか竜になっていたのです。こうして大きな竜になった八郎太郎は、十方の沢から流れる水をせき止め、十和田湖を築き主となったのでした。千年以上も昔、紀州現和歌山県の熊野で仏様が現れるように願掛けしている南園坊というお坊さんがいました。その願掛け最後の夜、夢枕に白髪の老人が立ち、お前の願いを叶えてやろう、ここに鉄のわらじと杖を、杖の教える通りにある、この鉄のわらじと同じものを探しなさい、その場所がお前の願いを叶える場所である、と言って消えました。南園坊はすぐに全国を巡り、最後にやってきた場所は神々しく美しい十和田湖でした。南園坊は近くの洞窟に鉄のわらじがあることに気づき喜びました。そして永住を決意しましたが、先に住んでいた八郎太郎がこれに激怒、争いとなりました。7日7晩も続いた激戦は南園坊が勝利し、八郎太郎は故郷の鹿角に帰ることとなりました。鹿角に帰ってきた八郎太郎は、御蔵山、川投岳、五宮岳などからなる青垣山に登り、鹿角中を眺め渡すと、米代川、小坂川、大湯川の3つの川の合流地点に狭い谷合いの場所を見つけました。この場所は女神、女神を祀っている場所で、
木製の御神体が岩穴に収められています。八郎太郎は早速尾神と女神の間の近くの親山を背負ってきて埋めようとしました。そのことに気づいた数野の42人の神様たちは住む場所がなくなると心配し集まりました。この場所が現在の厚宮の地名の由来と言われています。神様たちは八郎太郎を止めるため石を投げつけて対抗することにしました。そして投げつける石を切り出すために花輪の鍛冶屋たちに金槌などを作らせて牛で運ばせたのです。牛は金槌を運んでいる途中あまりの重さに血を吐いたといいます。その土地を地牛といい現在は漢字が変化した表記となっています。この一件で王と八郎太郎は数野から逃げ出し米代川を下って八郎潟まで行き主となって暮らしたということです。その後八郎太郎は田沢湖にいる辰子という美しい娘に会うために田沢湖を訪れ二人は結ばれました。いかがでしたでしょうか。神秘的な伝説のある数野市を八郎太郎伝説と合わせ空からの竜の視点を交えながら紹介しました。四季折々で豊かな表情を持つ自然や多様な歴史文化に彩られてきた数野市、短い時間ではご紹介し尽くせないほどのたくさんの魅力とともに皆さんをお待ちしています。ぜひ数野市にお越しいただき目や舌でお楽しみください。秋田県数野市、八郎太郎伝説を空から巡るドラゴンライン。